こんにちは、ミキミキです。私についてはこちらをご覧ください。本日はジェミニーが Google Workspace についに搭載されました。サイドパネルが超使えるので徹底レビューしていきます。ミキミキウェブスクールチャンネル登録してね。チャンネル登録後通知をすべてにすると新作動画のお知らせが届きます。Google の Gmail、スプレッドシート、ドキュメント、Google ドライブ使っている方今日の動画は必見です。 Google のフラグシップ生成 AI、ジェミニーを知ってる人多いと思います。ジェミニーは単体の生成 AI としても優秀ですが、それがなんと多くの人がお仕事で使っている Google Workspace のサイドパネルで使えるようになったんです。今日はこのサイドパネルどんな風に使うのか徹底レビューしていきます。本日の目次こちらになります。まずはジェミニー 4Google Workspace の概要と特徴をお伝えしていきます。 そして実際にどんな風に活用していくのか、こちらのカテゴリーに分けて活用法をご紹介していきます。そして最後、レビューのまとめになります。こちらが Google Workspace です。Google Workspace は Google が提供するビジネスツールのパッケージです。一番有名なのは Gmail ですね。そして Google ドキュメントとか、あとは Google Drive。 写真だったりとか、動画とか、まあ、いろんなデータをアップロードできるものですね。あとはスプレッドシート。あと、Google Meet なんかもありますね。この Google Workspace の中に、今回、Gemini が追加されました。Google ドキュメント開くと、右側に、こちら、Gemini が追加されています。この Gemini パネルが追加されていることで、もう一つ、Gemini タブを開く必要なく、この画面でもう生成 AI を活用することができるんです。 はい、ここにプロンプトの内容を入れることで、ジェミニーを発動して文章を生成することができます。これを使うために、まず設定が必要になりますので、そこをご紹介していきます。Google Admin と検索すると、こちらのページが開きます。左側に生成 AI というボタンがありますので、こちらを押します。アルファ版機能がオフになっていると思いますので、こちらをオンに切り替えることで、ジェミニーをワークスペースで使用することができます。で、Google ワークスペースは、 有料で使用することができるサービスです。料金はこんな感じになっています。一番安いのは680円から月額使用することができます。はい。それではですね、実際に Gmail、Google Docs、スプレッドシート、Google ドライブでどのなうに活用していくのか見ていきましょう。 Gmail 開いていきましょう。a s k ジェミニーというマークが追加されているので、こちらをポチッと押すと、ジェミニーのタブを開くことができます。で、こちらですね、ちょっと私のやつは英語になってしまっているんですが、こちら皆さん、日本語で表示されると思います。まず一つ目が、受信したメールの要約をしていこうと思います。私が購読しているメルマガです。こちら、The Information というものなんですが、こちら英語で届きます。 こちらをですね、毎回日本語に訳して見ていたりしたんですが、このメールを予約してもらおうと思います。では、ここのプロンプト欄に、このメールのポイントを箇条書きで教えてと入れていきます。本当はね、の仕事のメールとかの方が分かりやすいと思うんですが、ちょっとお見せすることはできないので、今回はこちらのインフォメーションのメルマガでやっていこうと思います。はい。そうするとですね、しっかりと日本語でアウトプット出してくれましたね。 Google はウェブブラウズを介してタスクを自動化する AI プロジェクト、ジャービスを開発中とか、この製品は Anthropic が発表したものと類似しているとか、メールの内容をわかりやすくまとめてくれました。この内容がどんなものなのか一瞬で知りたいよ。結構長いメールとか読むの大変だなという時にですね、こちらの要約すごく役立ちます。 今までもですね、こういったものをコピーして、ジェミニーとか、チャット GPT とか、まあそういった生成 AI に貼り付けて、要約してとかっていうことをやっていたんですが、もうこのジェミニータブがあれば、もうタブを移動せずに要約したりすることができるのがすごく便利ですね。いろんなメールで試したんですが、この要約とか、箇条書きでまとめるっていうのは、かなり精度が高かったです。 で、こちらですね、総数という,ふうにのがあるんですが、こちらを押すと、どのメールを参照したかというのがわかります。次はですね、こちらのメールに対して、返信を書いてもらおうと思います。こちらはシドニーの W ホテルからのメールですね。ちょっとね、これ英語で来たんですが、これに対してメールの下書きを書いてもらおうと思います。じゃあ、このメールの返信を書いて、と入れると、 はい、ありがとうございます。予約の確認ができて安心しました。また何かありましたら連絡いたします。よろしくお願いします。そして、名前をミキと入れてくれました。で、こちらですね、まあ、日本語で出してくれたんですが、まあ、これを英語にしたいときは、英語にしてとジェミニーにプロンプトをつなげていくと、英語にすることができませんでしたね。ちょっと何回か英語にして、英語にしてとかっていうふうにしているんですが、こちらアウトプットは日本語で出てきましたね。 日本語設定している場合は日本語でアウトプットが出るという感じなのでしょうが、ね、うまく英訳することができませんでした。次はですね、メールを抽出していこうと思います。一旦この履歴きれいにしていきたいので、そういう時は3つポチを押して、履歴を消すというボタンを押していきます。でそうするとクリアにすることができます。またですね、受信ボックスに戻りまして、返信ができてないメールを抽出してとしていきます。 そうすると、まだ返信していないメールを抽出することができました。さらにですね、ちょっと絞りましょう。10日以内に受信したメールで返信できていないものを抽出してと入れていきます。はい、そうすると、10日以内に返信していないメールというのをきれいに抽出することができました。これですね、結構試したんですが、精度は今のところ50%超えるかなというぐらいですね。 実際にはですね、抽出しきれていないものも、プロンプによってはありました。まあ、すべてが正確というものではないんですが、まだアルファ版ということなので、まあ、ここからですね、もう少し精度は上がっていくんじゃないかなと思います。Gmail でできることと、ちょっと微妙だなと思ったこと、ポイントはですね、こちらにまとめました。メールの文章の生成であったりとか、要約、あと箇条書きにしてとか、こういった精度はかなり高くできました。 返していないメールだけを抽出してとか、これだけをまとめてとか、そういったですね、結構条件をつけていくと、少し精度が落ちていくなという感じでしたね。これが一番 G メールでしたいことだと私は思いますので、もう少しここの精度が上がると、さらに実務で使えるなという感じですかね。で、ここで少しお知らせです。みきみケーブスクールの公式 LINE アカウントに登録していただくと、限定勉強会にご招待しています。皆さん、生成 AI とか、 キャンバとかインスタグラム、こういったキーワード興味ありますか勉強会では毎回テーマを決めて1時間その内容を深掘りしていきます。YouTube では私が話しながら進めていく感じになっていますが、勉強会では皆さんと和気あいあい楽しくスキルアップを行っています。毎回限定500名でご招待していますが、ありがたいことに毎回多くのお申し込みをいただいています。 毎月2回ぐらい開催していますので、ぜひ次回の勉強会は皆様もご参加ください。勉強会の他にも、厳選 GPD 図集や、ダリスリで使えるプロンプト集など、豪華プレゼントも配布中です。気になる方は概要欄、コメント欄をチェックしてみてください。次が Google ドキュメントです。まずは文章の構成、改善提案です。まずはですね、元の文章を作成してもらいましょう。 チェミニについて500文字で作成してと入れていきます。チチェミニについてということで500文字生成してくれました。ドキュメントにこの内容を追加したいときは挿入ボタンを押していきましょう。そうするとこちらの内容を入れることができました。 便利ですよね。今まではジェミニーを別のタブで開いて、この内容で何文字で作ってという風に入れて、こちらにコピペしてくる必要がありましたが、ジェミニータブがあれば、ここで文章生成ができて、そのまま挿入もできます。じゃあですね、次はですね、文章の構成を変えていきたいと思います。今こちらが導入の文章なんですが、ちょっと短いので、もう少し長くしていきたいです。そういう時はこちらをホバーします。そして、プロンプトのところに、 文章をもっと長くして、初めての人にも興味を持ってもらえるような例え話も入れてと入れていきます。導入の文章、とても大切ですよね。つかみの部分になりますので、ここをもうちょっと改善していきたいなと思ったら、内容を追加してきました。ジェミニーは言葉の魔法使い。あなたの未来を想像する。Google が生み出したジェミニーは、まるで言葉の魔法使いのような大規模原稿モデルです。 まるで人間のように言葉を理解し、使いこなします。また外国語を学ぶのが苦手だとします。まるで翻訳の要請のように。これは例え話なんですかね。まあ、ちょっと精度が低いですが、まあ、こういった内容も追加してくれました。で、こちらですね、挿入というふうにすると内容を追加することができました。次はですね、フォーマット変更をしていきましょう。 ジェミニーは何ができるっていうところですね。ここちょっと話が長いので、もう少しまとめてもらいましょう。選択して、箇条書きにしてと入れていきます。はい、そうすると、箇条書きにしっかりとまとめてくれました。ちょっとこちらの内容が微妙だなと思ったら、再試行を押してみましょう。そうすると、はい、内容を書き換えてくれました。でソニーを押すと、箇条書きで内容を変更していくことができました。 次はですね、トーンを変更していこうと思います。例えばですね、こちらジェミニの利点というところなんですが、データセットでトレーニングされており、高い精度でタスクを実行します。まあ、このデータセットとか、ちょっとこう専門用語が出てくると難しいですよね。私もこういう意味がわからない時には、トーンの変更をよく使います。選択して、専門用語を使わずに、素人でもわかりやすい表現に書き換えてと入れていきます。 そうするとあ、データセットはそのままですね。トレーニングされているためと、ちょっとあんま変わらないですね。うん、ちょっと内容が微妙かなもうちょっとわかりやすい表現にしてほしかったな。データセットという言葉を違う言葉にしてと入れていきます。そうすると膨大な量の学習データで鍛えられているため、様々なタスクを高い精度でこなすことができますと。こっちの方がいいですね。こちらで挿入すると、内容を追加することができるんですね。 差し替えるボタンがあると便利だなと思うんですが、今のところ内容が追加されてしまいますね。はい、じゃあ一回消して、こちらの内容に変更していきます。次はですね、書式の変更です。じゃあ一旦ですね、ちょっと内容も多くなってきましたので、履歴を削除していきます。で、クリアにして、はい、では文中の重要なポイントを太字にしてと入れていきます。 こちらの文章の中から重要な部分を太字にしてもらいたいんですができますでしょうかこのねジェミニを使っててちょっと思うのが考えてからバッとこうアウトプットを出すというのがジェミニの特徴ではあるんですが、まあ、少しですねアウトプットに時間がかかるなという印象です仕事しながら使いたいのでもうちょっとねアウトプットが早いと助かるんですが 出ましたね。ジェミニーができることですね。変わったのかなジェミニーが活躍する未来。太字になっているのかな内容が変わったのかなジェミニーについて。あ、まあ、ジェミニー言葉の魔法使いとか、あなたの未来を想像する。こういったですね、内容がもう太字でできましたかね。本当はね、この文中の必要なところを太字にしてほしかったんですが、こう、あんまりできていないですね。 うん、ちょっとこの太字にとか文書変更は難しいかなじゃあちょっと赤字も入れていきましょう。太字の部分を赤字にしてと入れていきます。ちょっと文書の変更は今のところ微妙でしたが、色の変更とか内結成ができたりとか、リンクつけれたりとか、こういうのができると便利だと思いますが、そして結構時間もかかっています。内容的には、 まあ、まあ、これぐらいの文章なので、なんかサクッとやってくれそうな感じがしますが、<laughs> 出ました。あ、でも赤字はできませんねうん。ちょっと今のところ、この赤字にしたりとか、文章の変更というのは難しそうです。書式設定は今のところ、まだできないですね。で、ドキュメントを作る際に、このジェミニーにやってほしいこと、やはりゼロからの叩き台を、いい感じに、 精度高く作ってほしいですよね。そこを求めていると思いますが、いろいろやってみた結果、まずですね、Google ドキュメントの中に内蔵されているジェミニーでは、ちょっと物足りないなという感覚でした。ここでですね、ちょっと私考えました。ここでチャット GPT の GPT 図を活用していきます。皆さんチャット GPT の GPT 図使っていますか で、ここですね、私結構いろんな g p t ズを作成しているんですが、今回ですね、こちらビジネスドキュメンテーションくんという g p t 図を作りました。で、これはですね、ふわっとしたビジネスドキュメンテーションのアイデアを最適なフレーズやテンプレートに落とし込んでくれる g p t ズです。ゼロベースで何かドキュメントを作りたいときに、ぜひこの g p t ズ使ってみてください。どんな風に使うかというと、 臨義書と入れていきます。もうこれだけで OK です。臨義書のひな形をね、作ってくれています。県名、新規営業システム導入の承認依頼。で、提出日。そしてもうサンプルの所属部署だったりとか、承認者。まあ、こういったですね、内容のひな形を出してくれるんですね。次ですね、企画書と入れてみます。 企画書もですね、結構作りたい方多いと思うんですが、ゼロベースで作るのが大変です。はい、基本フォーマットを出しまして、それを元に、はい、件名出ましたね。はい、企画書、提出日。で、作成者、企画の背景だったりとか、目的及びゴール。まあ、このようにですね、ビジネス文書のふわっとしたイメージを入れるだけで、テンプレを作成してくれるんです。 このね、GPT 図結構ゼロベースで何かビジネス文章を作る際にかなり使えますので、こちらの GPT 図を実際に自分用で作ってみたいという方はですね、ミキミケーブスクールの公式 LINE から指示文をダウンロードすることができます。ダウンロード方法は概要欄をチェックしてみてください。ジェミニーのドキュメントですね。できること、できないことはこんな感じになっています。できることとしては、まあ、ゼロベースで内容をざっくり出してもらうということはできました。 で、内容を要約したりとか、箇条書きにしたり、まあ、一般的な生成やで,できることはできたんですが、トーンの変更であったりとか、書式の変更、ここでドキュメントでは結構大切なポイントになりますが、ここはまだちょっとね、難しいなという印象でした。続いては、スプレッドシート見ていきましょう。スプレッドシートではこちらを試していきます。まだゼロなので、データを作ってもらいましょう。 適当にデータテーブルを作成してと入れていくと、ちょっと先ほどのドキュメントは時間がかかりましたが、スプレッドシートは、おっ、も、まあいい感じでできましたね。15秒ぐらいでできましたでしょうか。田中さん、鈴木さん、山田さん、商品名だったり数量、単価、合計金額を足してくれました。で、こちら先ほどと同様に挿入という風にすると、スプレッドシートに反映させることができます。 次はですね、データ分析に使えそうな関数を提案してもらおうと思います。提案してと入れていくと、これが出てきたので、これコピーして、じゃあこれを実行してと入れていきます。そうすると、リクエストにはお答えできません。他にお手伝いすることはありますかと、実行できませんでしたね。 関数の提案はしてくれるんですが、実行はできないというところがちょっと残念というか、まあこれができなかったら何をできるんだという感じですよね。ではですね、ちょっと簡単なよにやっていきましょう。では単価の縦列ですね。こちらを合計してと入れていきます。これぐらいだったらできないと。ね、ちょっと困りますが、どうでしょう。はい、そうすると、あ、合、OK、計できましたね。できたので、こちらを挿入という風にすると、 追加しますかというのが出ますので、データはがきというふうにすると、問題が発生しました。数式を使用できませんということかなこの数字を単価の合計として追加してと入れていきます。めんどくさいな。これだったら普通にね、ま、あの、自分で実行した方が早いなというレベルですが、追加はできないみたいですね。追加は自分でやってくれということでしょうか。ねどうでしょう。これは微妙ですね。 じゃあデータからインサイトを抽出してもらいましょう。表を分析してビジネスに使えそうな大切なインサイトを出してと入れていきます。まあこういった表もですね、作成していくだけではなく、なんかここから何がわかるのかとか、まあここからの問題点を抽出とか、まあこういったのは結構ビジネスの現場とかでも使おうと思うんですが、ねどうですかね。なんかいろいろ出てきましたね。あ、このデータからいかないようなビジネスに役立つ重要なインサイトが得られます。顧客ごとの分析。 お客のの購入履歴、商品ごとの分析この表からインサイトを導き出すことは結構ね、できましたね。しかも細かく売り上げの傾向を把握しとか、この表に沿った内容になっています。結構このインサイト良さそうですね。できそうです。<noise> じゃあ次はですね、この表をグラフにしてと入れていきます。これもできるといいですよね。なんかちょっと今の流れでできないかなそうするとできましたね。 をできたじゃないですか。じゃあ、こちらを挿入という風にすると、追加できました。こちらもう一個追加されてますね。いろんなパターンできていますね。顧客合計金額とか、いろんなグラフを作成することができました。なので、この観点でグラフを作成してという風に入れれば、その観点でしっかりと出してくれそうですね。グラフ作成はできました。 じゃあ次はピボットテーブル作成してみましょう。ピボットテーブルですね。まだ対応していませんということで、やっぱこちらはちょっとまだ難しかったですね。じゃあ次はですね、単価の列。こちらの1万以上の数字を赤にしてと入れていきます。こっちは条件付き書式ですね。はい。そうするとリクエストをお答えできませんと。こちらはできませんでした。スプシでできることをできないことをまとめるとこんな感じです。 インサイトの抽出とグラフ作成はできました。ですが、それ以外は今のところできませんでした。今後ですね、アップデートでできるようになりそうな気がしていますが、今のところですね、この2点だけできました。では次はですね、Google ドライブです。やっていくことはこちらです。まず一つ目がファイルの内容を見ずに要約してもらいましょう。 こちらのドキュメントの内容ですね。この3本線を押して、ジェミニに質問するを押していきます。で、このファイルについて教えてくださいと出ますので、そうすると、このファイルは Adobe x d を使用したウェブサイト制作について学ぶためのオンライン講座を紹介するものですと。このドキュメントの内容をサマリしてくれました。なので、このファイルを開かなくてもサマリで出してくれるというのが特徴の一つです。 次はですね、関連ファイルを検索していきます。じゃあ、このドキュメントに関連するものを出してと入れていきます。Google ドライブ中にもう膨大な資料があって、探すの大変だなっていう時に便利ですね。対象のファイルは以下の通りですと出てきました。このデータどうでしょうという3つ出してくれましたね。で、ちょっと見てみると、 ん関連するかなさっき作った、この先ほどの表のやつですね。全然関係しないじゃんと思うんですが、あとは最初のドキュメントで作った、こちらのジミニについてのデータとかですね。ちょっと精度が低いですね。全然 Adobe XD との内容関連しませんが、ジミニを使ったというところでは関連していますが、ちょっと違いますね。やりたいことと。ちょっと今の微妙だったので、キャンバ a 関連のデータを抽出して、と入れていきます。 アススキャンバーに関するデータ引っ張ってきてくれましたね。タイトルとかに入っているワードで引っ張ってくれば大丈夫そうです。抽出はできたんですが、実際この検索窓で検索すればまとめて出てきますので、まあね、AI を使うほどのことでもないかなという感じなんですが、まあ一応このジミニでもまとめてくるとかいうことはできました。次はですね、ファイルだったりフォルダの整理をやってもらおうと思います。 自然言語でこれを指示できたらすごくいいですよね。AI のフォルダを作成してと指示出していきます。はい。そうすると、リクエストお答えできませんと。フォルダの作成は難しかったです。フォルダを作成したりとか、ちょっと整理は難しそうなので、まあ、こういったことができるとドライブ上でも使用、ね、しやすくなるなと思うんですが、まだちょっと難しそうですね。できること、できないことはこんな感じになっています。 で、ドライブでですね、フォルダの作成ができないとか、整理ができないという面では、ちょっとこの地味に多分つけてもらっても、うん、ちょっとね、実際使うことができないですね。ちょっとこちらを早く進化してほしいなと思います。 じゃあ最後ですね、レビューまとめです。全体的にですね、改善してもらいたいなと思う点がまだまだありますが、コンセプトはすごくいいですよね。お仕事で Google 関連のソフトを使っている方多いと思うので、今まだ初期段階なので、ここから進化していくとかなり使えるようになるんじゃないかなと思うポイントはたくさんありました。その中でも特に使えるなと感じた点です。一番使えるなと思ったのは、やはり Gmail ですね。 分析ができたりとか、要点抽出なんかはできたので、これはね、もうすぐ実務で使えそうです。あとはドラフト作成機能ですね。このメールに対しての返信を作成してといったような内容は、メールの内容を理解して作成をすることができていました。あとメールの抽出なんかも意外と精度高くできていましたね。できていない点もありましたが、結構ね、メールに関しては使えるなぁと思う点が多かったです。 で、スプレッドシートに関しては、関数の提案なんかをしてくれましたね。ここはもうちょっと進化するとすごく使えるなと思いますが、何も関数わかんないよという方、まあこういう観点でやってみたらどうみたいな提案をしてくれるのはいいなと感じました。あと、分析もできましたね。ちょっと書き忘れたんですが、学作成なんかもできますね。で特に改善をしてもらいたい点は、ドキュメントと Google ドライブです。まずドキュメントに関しては、 これはもうちょっと精度上げてほしいですね。見出しの設定とか、やっぱ書式の設定。まあ、ここはですね、もう絶対マストだと思いますので、ぜひジミニーに頑張ってもらいたいなと思います。で、Google ドライブはですね、ほぼ使えませんね。ですが、このスプレッドシートとか、ドキュメントとか、フォルダ分けとかを AI がしてくれるとかなり便利になりますので、ぜひこちらアップデートに期待していきましょう。 はい、今回 Google クスペースにジェミニーが追加されたということをご紹介してきました。で、今も AI の進化すごく目覚ましいですよね。もうほんと1ヶ月単位でいろんなアップデートがあって、今が何の最新モデルなのかっていうのが分からない、追いつけないという方も多いと思います。で、ミキミケーブスクールではゼロから始めるチャット g p t プロンプトエンジニアリング講座をリリースしています。 やはり AI といえば今のところ現時点トップを走っているのはチャット GPT ですね。やはり Google トレンドで比較してもジェミニーグロードより圧倒的な差が出ています。今チャット GPT がスキルとして必要とされている時代です。トレンドで検索するともうパワポよりもチャット GPT トレンド上なんですよね。 まだワードの方がチャット GPT よりも上なんですが、まあ、今後ですね、チャット GPT がオフィス関連よりも認知度が高くなってビジネスとして必須スキルになっていくことは間違いありません。チャット GPT を使いこなすことができるようになれば、ジェミニーだったりとか、クロードにも応用が効きます。大切なのはこのプロンプトですね。どんなプロンプトを入れて生成 AI から最適なアウトプットを引き出すのかというところです。 私が自信を持って作成しているのがこのチャット GPT 講座なんですが、もうね、どん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 今、レッスンが増えていてまして、最初は3時間半ぐらいだったんですが、今、7時間40分。この前測ったら8時間超えでしたね。はい、24セクション。184レッスンで構成されています。生成 AI の基礎からプロンプトエンジニアリング。 プロンプトエンジニアリングのテクニックですね。チェーンオブソードとかいろんなものがあったりするんですが、こういったものを分かりやすく実例を交えながらご紹介しています。あとはですね、最新アップデートにも対応していますので、一回購入していただくとずっと視聴し続けることができます。 で、チャット GPT とかかなりアップデートが激しいので、1年後には結構別物になっているので、おすすめの受講方法としては、まず1回しっかりと受講してもらって、1年後ぐらいにまたもう1回受講してもらうと、しっかりチャット GPT のスキルをアップデートしていくことができます。で、今日ご紹介した GPT 図ですね。こちらの作り方とか公開方法なんかも学ぶことができます。動画だけじゃなくて、資料もですね、最近追加しました。 で、いろんなことを皆さんにお伝えしたいと思ったら、なんと480ページのダウンロード資料になってしまったんですが、こちらも今どんどん更新されています。こちらもぜひ合わせて学んでいただければと思います。講座内でわからないところは私に直接ご質問いただけます。気になる方はですね、概要欄、コメント欄からチャット GPT 講座チェックしてみてください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか動画を最後までご覧いただきありがとうございます。めきめきウェブスクールの LINE お友達登録で 今、豪華5大特典をプレゼント中です。インスタグラム完全保存版おすすめバズワード集や、チャット GPT 本当に役立つ厳選 GPT 図10選、完全攻略ラリスリーおすすめのプロンプト集、そしてミッドジャーニーの保存版プロンプト全一覧の PDF や、キャンバのおすすめフォント集もプレゼントしています。LINE メンバー限定の勉強会やセミナーも開催中です。ぜひチェックしてみてくださいね。